皆さんこんにちは、写真家のリナティです。本日はフィルターを使ったポートレートのすすめというタイトルで、フィルターと私が撮影した作品を紹介していきたいと思います。フィルターは風景写真を撮られる方はよく使っておられるかなと思うんですけれども、ポートレートでフィルターを使ってらっしゃる方は少ないかなと思っております。私自身フィルターは毎回必ず撮影に持っていってるもので、レンズと同じくらい重要な機材だなと思っております。この動画をきっかけにフィルターを使ったポートレート撮影に興味を持っていただけたら幸いです。では最初に自己紹介をさせていただきます。私はリナティと申します。現在大阪府に在住しており、主な撮影地は大阪、京都、兵庫となっておりますが、全国各地で撮影しております。主にセルフポートレートを中心に撮影しておりまして、カメラマン、モデル、ヘアメイク、レタッチを全て一人で行っております。つまり自撮りですね。それ以外にもウェディングやマタニティ、プロフィール等の撮影を行っておりまして、他にも月に1回程度リナティーミートという少人数の写真の交流イベントを開催しております。本日ご紹介する作例は全て三脚にカメラを乗せてセルフタイマーを使って撮影したセルフポートレート作品となっております。まず最初に私が最もよく使っているフィルターを紹介したいと思います。こちらのハーフ ND フィルターソフト GND0.9 というフィルターになります。こちらのフィルターどのような効果があるかというと、フィルター半分に減光効果がありまして、中央部から上部に向かって ND が濃くなっております。一番濃い部分は ND8 となっております。主に巡光の時に使用するフィルターで、私はよく曇天の時に使用します。カリさんのフィルターはプレミアムコーティングで低反射コーティングが施されておりまして、ゴーストやフレアが出にくく、色ムラが非常に少ないのでとても使い勝手がいいです。また防油防塵防滴で汚れてしまってもレンズクロスでさっと拭くだけですぐに綺麗な状態で使えるので非常に便利だなと思っております。空がすごく曇っている時に撮影されたことがある方は分かると思うんですけれども、空がすごく白飛びしやすいんですよね。空を白飛びさせないようにする時に結構 F 値を大きくしたりシャッタースピードを大きくしたりというふうに調整されると思うんですけれども、そうすると空の明るさに調整した時に地面も一緒に暗くなってしまうんですよね。で結構地面の方が黒つぶれしてしまったりということがあると思うんですけれども、こちらのソフトハーフ ND フィルターを使うことによって減光したい空の部分だけを暗くすることができる。それと同時に雲の立体感を表現することができます。こちらがソフトハーフ ND を使ったセルフポートレートになります。この作品を撮った時の撮影の状況なんですけれども、青空がほぼ見えないほどの曇天でした。撮った時期は1月の中旬の朝10時頃で、すごく寒い日でした。私は結構雨女で、ほぼもう青空っていう時がほとんどなくて、だいたい曇りか雨なんですよね。私にとって曇りの日っていうのはすごくいい天気だなと思ってまして、雲があることによってより私が撮りたい世界を作ってくれると思っております。この日はすごく寒い日だったんですけども、こう朝起きてこう窓をガラッと開けた時にすごい空が曇っていて、その雲を見た瞬間に、あ、これは私撮らなきゃっていう、なんだろう、
使命感で、もう雲を見た瞬間にテンションが上がって、もう気づいたらドレスを着て、もう機材を揃えて撮影しに行ってましたこの日は一人でセルフを一人で撮影してまして、アシスタントさんも誰もいない状態で撮影しておりました。現地に着いた時に雲の流れと構造物の動線が結構似ているなと思いまして、その動線の先に私が入ったらすごく私が目立ってかっこいい作品が撮れるんじゃないかなと思って、この場所で撮りたいなと思ってフィルターを使って撮影しました。この場所でフィルターなしで撮影しようとすると、空の部分だけかなり白飛びしやすい状態になっています。空を白飛びしないようにするためにカメラの設定を調整すると、現行したい空だけでなく構造物や被写体が暗くなってしまいます。暗くなってしまった部分を明るくするためには、光量が大きなストロボを使用するか、ストロボのパワーをかなり上げる必要があります。そこでフィルターを使用して空の部分だけを現行して、構造物や被写体の明るさを保つことによって、光量が小さなストロボでも理想的な作品を現場で作ることができます。こちらの作品は京都の嵐山で撮影した作品になります。ちょうどお月見の日で、月にまつわる作品を撮りたいなと思いまして、その時に渡月橋を思い浮かべまして、渡月橋と月をかけたら結構面白い作品になるんじゃないかなと思って撮りに行きました。台風が近づいていて、雲が結構独特な形をしていました。撮った時間は夕方の18時頃だったので、結構薄暗くはなっていたんですけれども、シャッタースピードを遅くして川を少し流した状態で撮影したいなと思いまして、その設定でフィルターなしで撮ろうとすると、空がやはり明るくなってしまって雲が表現できなくなってしまうんですよね。なのでフィルターを入れることによって、この独特な雲の立体感をより表現することができました。この日の衣装は青と黄色と紺色の色味を使っていたので、周りの背景もちょっと青みがかった感じで撮りたかったので、オレンジフィルターをつけたストロボを使ってカラーシフトして、あとは月型のライトを持って顔を照らして撮影しました。撮影終わりで嵐山を観光している時に撮った作品なんですけども、京都たまたま観光して帰ろうと思ってブラブラ歩いてる時に突然ゲリラ豪雨に遭いまして、で観光客の皆さんすごく焦って屋根のある建物に走って逃げていったんですけど、私はその時の空を見上げて、あ、すごくいい雲って思って、これは絶対撮らなきゃって思って、すごいウキウキで三脚を取り出して、カメラを取り出して撮影した作品になります。この作品はフィルターによって雲の立体感を表現するだけではなく、フィルターについた雨の雫を利用して撮影しています。ストロボを使ってフィルターについた水滴を照らすことによって、水滴を前ボケとして、作品の中に組み込んでいます。真っ黒な空に吸い寄せられるようなイメージで撮影することができました。続いてこちらの作品ですね。こちらは広島の尾道で撮った作品になります。結構私の作品ではストロボを使った作例が多いんですけれども、この2つの作例はどちらも自然光で
ストロボを使わずに自然光だけで撮っております。この作品を撮った時の時間帯は7月の下旬の夕方18時頃で、まだまだ明るい時間帯でした。空が結構白飛びしやすい状態になるんですね。なのでフィルターを使うことによって空の分だけは減光して、被写体の部分だけは明るさを保った状態で撮影することができます。それによってストロボがなくてもフィルターを使うことによってこのような作品を撮ることができます。なのでストロボが使えないという方にもおすすめできるフィルターです。続いて紹介したいフィルターが ND264、バリアブル ND フィルターになります。こちらのフィルターもすごく撮影で使っているフィルターになります。現行2から6シーボリ分の可変 ND フィルターで、一般的に可変 ND フィルターは現行効果を強めるとすごく青みがかったり色ムラが出やすいんですけれども、カニさんの可変 ND フィルターは色ムラが少なくてプラスよく現行効果を実現することができます。カニさんはホルダー用のフレームアダプターも作っておられまして、角型フィルターをつけた状態でも ND フィルターをすぐに取り付けることができます。こちらはソフトハーフ ND フィルターとバリアブル ND フィルターを同時に使った作品になります。この作品を撮ったロケーションはすごく太陽の光が強くて明るい場所で、その動画速度を最大にしてもすごく明るい状態だったので、バリアブル ND フィルターを使うことによって明るさを調整して、さらに雲の質感を表現するためにハーフ ND フィルターを使って撮影しました。私はセルフポートレートを撮るので一人で作品を作りますが、ほとんどの方はモデルさんと一緒に作品を作ると思います。その時に撮った写真をモデルさんに見せてその場で確認してもらおうと思うんですけれども、より完成形に近い状態だと見た時の感動が大きくイメージが伝わりやすいので、より良い作品を作ることができるかなと思います。あとフィルターがあることによって、例えば突然曇ってきたり雨が降ってきたりした時に、あ、曇りだから白飛びするから撮影できないなとか、そんな感じで天気に振り回されることがないので現場で思い通りに撮影できるかなと思います。あとフィルターを使うことによって照明機材の光量を調整することができるので、バッテリーを結構長持ちさせることができます。フィルターを使うことによって光量が小さな照明機材で対応できるようになるので、荷物の量を減らすことができます。私がセルフポートレートに行くときの基本装備はいつもすごいお荷物で、だいたいいつも三脚、カメラ、ボディ、レンズ、衣装、ライトスタンド、照明機材、小道具、メイク道具っていうふうに、で、もういろんなメーカーさんがどんどん軽量化したものを出してくださってるんですけれども、例えばまあレンズですとか三脚ですとかカメラ本体ですとか、まあ、どんどん軽量化されてるんですけれども、それでもまだ重たくなってしまうんですね。フィルターケースを一つ持っていくことによって照明機材のボリュームを減らすことができるので、より快適に撮影を行うことができます。次に紹介したいのがこちらのポートレットベーシック 100mm セットというものになります。こちらは私が監修して選んだフィルターのセットになっております。こちらのポートレットベーシック 100mm セットをご購入いただいた方、初回50セット限定でこちらのミラティとカニのコラボのレンズクロスが無料でついてきます。皆さんぜひゲットしてみてください。QR コードを読み込むと、
ロカニフェルタ、ロカデザインのホームページに飛ぶことができます。いつでも商品をチェックすることができます。こちらのポートレートベーシック100ミリセット、何が入っているかといいますと、先ほど紹介したソフトハーフ ND フィルターと、新商品のソフトハーフ ND ロングフィルター、そして CPA フィルターと100ミリ用のホルダーが入っております。では順番に説明していきたいと思います。ソフトハーフ ND ロングフィルターとソフトハーフ ND フィルターどう違うのかと言いますと、ソフトハーフ ND フィルターはフィルターの半分までがグラデーションがかかったフィルターだったんですけれども、こちらのソフトハーフ ND ロングフィルターは透過部が下3センチしかなくて、よりグラデーションが長いフィルターになっております。ND 値の最大は4となっておりまして、地面と空の広さが少ないときに不自然にならないように変更することが可能です。こちらフィルターをつけたカメラを三脚にセットして階段の上に置き、10秒セルフタイマーのボタンを押して、シャッターが切れるタイミングに合わせてドレスの裾を振り回して撮った作品になります。結構なかなか裾が綺麗に広がってくれなくて、40往復ぐらいして撮った作品になります。続いて、こちらの作品。フィルターをつけた三脚を岩の上に設置して撮った作品になります。フィルターをつけることによって、空の部分を現行して、撮影しております。そしてこちらのひまわりと一緒に撮ったセルフポートレートの作品は、日没直後に撮った作品になります。こちらの作品を撮った時間帯は結構薄暗くなっていたので、ひまわりの部分はストロボで、明るく持ち上げて、空の部分だけフィルターで現行して撮影しております。こちらは 100mm 用のホルダーと CPL フィルターのセットになっております。こちらのセットには 67mm、72mm、77mm のステップアップリングが付いております。ご自身がお持ちのレンズの口径に合わせてホルダーを取り付けることができます。トカニさんのホルダーは取り外しや取り付けがすごく簡単で、このようにつまみをピュッと引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。あと別売りでこのようなレンズキャップも販売されておりまして、このようにつまみを引っ張るだけでレンズの表面を守ることができます。でこちらの中のフィルターも簡単に外すことができます。カクアウトフィルターをこのホルダーに、つけるときは、このように、溝に合わせてフィルターを入れることによって、このように簡単につけることができます。今回こちらのセットについている CPL フィルターは、結構風景を撮られている方は使っていらっしゃる方が多いと思うんですけれども、青空や新緑、海、虹の色彩やコントラストを強調する効果があります。また水面やガラスなどの反射を調節して撮ることが可能です。高見さんの CPL フィルターはコーティングがとても優れていて、汚れにくいフィルターとなっております。また、シャドウが潰れにくく、ピントがとても合いやすいフィルターです。こちらはソフトハーフ ND フィルターと CPL フィルターを合わせて使った作例になります。この作品を撮影した時間帯は、昼の2時頃で結構
太陽の光が強い時間帯だったんですけれども、CPL フィルターを使うことによって、水面の太陽の反射を軽減し、より青空と青い海と緑を鮮やかに表現することができています。また、ソフトハーブ塗りフィルターを使うことによって、空の部分を減光し、雲の質感も表現することができました。今、CPL フィルターがついた状態なんですけれども、こちらに、ハーフ ND のソフトフィルターを装着します。このように装着します。で、ここに、側面にギアがついているので、ここを回すことによって CPL を調整することができます。ハーフ ND をつけた状態で CPL を調整することができるので、とても便利な商品となっております。こちらもソフトハーフ ND フィルターと CPL フィルターを合わせて撮った作品になります。CPL フィルターを使うことによって、青空のコントラストと白い岩の反射を調整することができています。また、ソフトハーフ ND フィルターを使うことによって、空の部分を減光し、雲の質感を表現することができております。いかがだったでしょうか？このようにフィルターを使うことによって、作品の表現の幅を広げることができます。私にとってフィルターはレンズと同じくらい重要な機材だと思っています。皆さんもこの機会にぜひ、紙フィルターの角型フィルターをぜひ使ってみてほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。